西日本豪雨。なんだか、未曾有の大災害になってしまった。ちょっと驚くくらいの規模。毎年、近年の西日本では、よくある話、になっていたのだが。それでも今回は異常、そう言って良い感じ。民家がことごとく水没している、そんな光景が西日本のあちこちに。なんだか、オカルティックな因果を考えたりはする。誰が神様を怒らせたのか？でも、自分の感覚で、神様、それは、ともかく、オーガさん、その決定こそ神の意志。それを？逆説的に、だとしても、東日本大震災の後も、日本は、今のまま、続いたのだ。当時も、妙な感覚は感じた。誰だ？あるいは？この殺意は誰だ？そんな声。その、先で、東日本大震災が発生した。何かが、誰か、に、殺意を向けた、その結果として？それは妙に印象に残るセリフで、タイミングもあり、今もあるいは、危機として。